きチャンネル。じゃ。こんにちは。さあ。はい。今年もですね。はい。まあドラフトの前にはいろんな動画を出しますけども。はい。ドラフトで多くの皆さんが気になることあると思うんですけど。はい。なぜ日本いっぱいスポーツある中で、はい。野球だけがドラフトなのかって。ああ。確かに考えたらそうですね、うん、アメリカとかよ、うん、バスケット NBA、はい、もドラフトだし、そうですね、NFL、うん、アメリカンフットボールもドラフト、うん、もちろん野球もドラフト、はい、でも日本は、はい、野球はドラフトだけどサッカーとバスケットはドラフトじゃないじゃん、うん、あ確かに他の競技全部ドラフトじゃないですね。そうそうそう、うん、でも野球だけドラフト。あ確かに、え、なんでなんですかね。これがなぜかっていう今日の話です。え、じゃあ羽川さんは、はい、ドラフトで入団と、はい、ドラフトじゃない入団、うん、どっちがいいですか。私ドラフトが好きです。ドラフトがいいの。でも好きな球団いけないんだよ。いけないですけど、うん、なんか入り口明確じゃないですか。でもあの自由なところも、はい、結局取るよ、うん、ドラフトでも取るよって言ったチームしか取れないでしょ、はい、でも自由競争だと取るよって言ったところがいっぱいあったら、はい、自分の行きたいところ選べんねんて。あ、もうそうか、自分が選手であったら、うん、そっか、え、サッカーとかってなんか入り口いろいろあるじゃないですか。ユースから上がるとか、うんうん、高校サッカーからね、はい、大学サッカーから行くとか、行くとか、だから要はスカウトが来るわけよ。スカウトで入ってるってことですよね。そう、スカウトが来てね、うん、入り方は全部一緒なの、はい、スカウトが来て、うん、交渉して、はい、入るかどうか決める。だからどこなんかもう自分の好きなところにいっぱい、うん、じゃあ 5クラブ来ました、うん、その中からいろんな話聞いて、はい、一番いいところ行くとかね。あ、自分が選手だったらそっちの方が行きたいところ行けますね。うん、あ、確かに。だからどっちの競技でもドラフトでもドラフトじゃなくても、はい、行きたいって言っても、うん、いや興味ないですって言われたらどっちでも行けないからね。あ、確かにそうですね。でもし1球団しかなくても、うん、ドラフトだったらもうそのチーム行くしかないけど、うん、サッカーの場合もそのチーム行くしかないじゃん、はい、1クラブしかなかったらね、うん、選択肢はじゃあサッカーの方が多いのか。サッカーとか他の競技の方が、ね、うん、そう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 、まあ好きな、まあ、うん、選べるからね。選べますね、選択肢はありますね。そうそう、ドラフト選択肢、今のドラフトはね選べないからね。はい、いや、あの見てる方はドラフトすごい楽しいので、うん、ドラフトすごい好きなんですけど、うん、選手だったらドラフトじゃない方が確かにいいかもしれないです。いいですか。はい、でもドラフトがあるじゃないですか。はい、なぜかって、なぜかって理由がちゃんと明確にあるんですか。これはもうね聞いたらね、はい、もう目から鱗の、はい、もう、はい、っていう、確かにっていう、あるんですか、そんな理由が。あるの、うん、でも那須さん、那須さんね、はい、一回コラボさせて、はい、一回も何回もコラボさせてもらったけど、うん、那須さんはドラフトの方がいいって言ってた。え、そうなんですか。お金いっぱいくれるからって契約金とか、うん、へー、サッカーはなんかね、この、はい、あのランクによっても決まってるらしいんだよね、うん、その年俸とかね、うんうん、最初は分かった。なんですか。なんかスカウトとかになると、そのもうスカウト競争で年俸がどん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 上がっちゃうから、うん、なんかもうちょっともう平等風にドラフト、うん、じゃあサッカーも平等風にドラフトの方がいいよね、それだったら。あ、そうか、じゃあそうですね、うん、サッカーとバスケットはもうドラフトできない明確な理由があるの。できないんだよ、やらないんじゃないの。できない、できないの。あ、やりたくてもできないの、ドラフトできないんですか。うん、それはサッカーだからですか。うん、だってバスケットもできないじゃん日本は。あ、 NBA ドラフトですよね、うん、NBA ドラフトなのに、うん、日本の B リーグはドラフトができない、うん、じゃあやりたいとかやりたくないじゃない。できない、できない、うん、わかんない。だからそれね、ドラフトがない方がいいとか、うん、いい方がいいっていう人いるけど、うんうん、いやサッカーなんてないからないからない方がいいのよっていう人いるけど、はい、ない方がいいのよじゃないの、うん、できないのよドラフト。皆さんも一緒になぜか考えてくださいね、うん、できない。資金力？いや、そんなことないですね。選手が母数が多すぎる？いや、そんなことないですね、うん、だって関係ないじゃん、母数多くてもね、うん、関係ないですね、うんうん、選べばいい話ですからね、うんうん、あ、サッカーとかバスケは移籍が多いから。うんうん、でも、うん、でもルールでまあできないことにすればいいですもんね、野球と一緒に。なんでできないんですか。じゃあ、正解発表しましょうか。悔しい。はい、お願いします。正解は、はい、ドラフト、うん、どこまで対象にしますかです。え、じゃあ仮にね、はい、サッカー、はい、ドラフト、うん、しますってなるじゃないですか、はい、え、 J 何までドラフトしますかっていう、 J3 まで入れますっていう。あ、なるほど。だってよ、 J リーグ、うん、J1、J2、J3、はい、ありますね、はい、基本的に J でいうと、うん、
ってなった時に、うん、J3 も1軍ですよね、はい、J3 は3軍じゃないじゃないですか、うん、J2 も1軍ですね、はい、J1 も1軍だから J1 も J2 も J3 も全部1軍ですね、はい、ってなった時に、うん、ドラフトは1軍のチームが取り合うわけでしょ、はい、じゃあ J3 も入りますってなったら、うん、完全ウェバーとかにしちゃうと、はい、超スーパースターが、はい、じゃあ久保君とか、はい、今で言って、うん、J3 のチーム入るの。そういうことですね、うんうん、そしたらよ資金力も、はい、施設も、うん、J1 のクラブからしたら、うん、まあ下だよね、はい、とかの方に有望選手がずっと入っていく。確かに。で資金力も違うから、うん、J1 の、はい、じゃあアントラーズとかに入ってると、うん、給料をこれぐらい払えるけど、はい、J3 とかだと、うん、超有望なのにこれぐらいしか払えないから、逆に言うと超有望がめちゃくちゃ低い待遇で、はい、そのアマチュアとこからするとこう順番的に低いグレードの選手が超高待遇で入っていくの、はい、そうですね。ドラフトにすると、うん、まあ、それでなんかチームのこう均衡が保ってないかなと思いますけど、でも そもそものチーム その資金力とかってまた全然違いますもんね、うん、そう、うん、厳しいじゃん。そうですね。じゃあ B リーグ、はい、B1、うん、B2 あるじゃん、はい、B2 も入れるんですよねドラフト。だって1軍だもんね B2 も、うん、 そしたら、はい、超有望株が B2 に入ってると、はい、B1 と資金力違うじゃん、はい、待遇も、はい、施設も、うん、でも有望株が全部下から入ってくる、はい、ってなったらよ、うん、それってスポーツの、うん、その競技の繁栄からすると、うん、それでも大丈夫ですかねっていう。そうですね。じゃあアメリカ、うん、MLB、MBA、はい、NFL、はい、一部しかないから。あーそっか。NBA はー、うんうん、2部リーグってないやろ。はい、ないですね。 NFL2、うん、部リーグってないやろ、うん、メジャーもあの、うん、2軍とか3軍あるけど、はい、メジャー2部とかないやろ。ないですね。だから要は入れ替え戦があるスポーツっていうのは、うん、ドラフトできないの、うん、なるほど。ああそうですね、うん、考えてみたら、うん、だって第1回選択希望選手なんとかんとかって言って、うん、J3 のクラブから取っていくのよ、はい、もうアントラーズとか、うん、ガンバとか来るまでフロンターレとか、うん、もう何十人もいなくなってるからね。そうですよね。でしかも J とかってなんかこうチームが JFL から昇格できるとか、うん、そうそうそう、いろいろそういうところもありますね。だから JFL も入れますかとか、うん、どこまでで J1 だけドラフトって違うじゃん、はい、だって全部1軍なんだから、うん、だって J1 のチームがねもう2軍にね、うん、J2 に落ちたりもするし、はい、J2 でも J3 でもそれは1軍だから、はい、2軍じゃないからね、うん、日本みたいに1軍と2軍があるわけじゃないから、うん、全チーム1軍ただ2部リーグっていうだけで、はい、バスケットもね、うん、だからドラフトできないのよ。やりたくてもできないのよ。だからどっちがいいとかじゃないのよ、うん、やりたくてもできないの。へえ、そうですね。やったらどこも同等じゃないから、うん、大体ね、それはプロ野球でも資金力とかの差あるけど、うん、の契約金はどこも1億円払えたり、はい、まあ、そのある程度の同等にいけるじゃんね、うんうん、はい、でもそれはもうできないの J とか、ね、B とかだと。だそれをもし揃えられたら、もしね、もしやるとしたら、うん、もう入れ替え戦なしの、うん、でも一部だけっていう、うん、そうですね、だったらできる。で東リーグ西リーグとかを作って全部を一部にする、うんうん、にでもそれでもその資金力が乏しすぎたらできないじゃん。資金力もだから結局16チームぐらいのもう 1この16チームここでやるんだったらドラフトできるけど、はい、うん、これが入れ替え戦あるんだったらできないの、うん、そうですね。野球って、ね、落ちたりってないですもんね、入れ替えとかが、うん、だからアメリカのスポーツもバスケもアメフトもないじゃん、うんうん、はい、確かに。いや言われてみたらもう大納得ですね、うんうん、だからそのね、サッカーだからやんないとか、はい、バスケだからやんないじゃなくて、うん、2部がある組織はできない、うん、2部3部が、はい、結局1部しかないチームだけ、1部しかない競技だけがドラフトをするからね。はい、そうですね、うん、いやいや、もうこれは完全に納得しました。なんで今思いつかなかったんだろうってすごい悔しいですね。わかるのに、うんうん、言われたらああもうそりゃそうだなって思いますもんね、うんうん、だからまあどっちがいいか悪いかじゃなくて、はい、もう一部しかない競技しかドラフトができないんで、うんうん、まあその一部しかない競技でもドラフトをしないっていう選択肢は取れるけど、はい、でもするとしたら一部じゃないとできない。うん、まあ、ドラフトね見てるのすごい楽しいので、うん、ね、ぜひなんかサッカーとかもドラフトをやればいいのになとか私は本当に何も考えず思ってましたけど、うん、できないですね。できないんだよ、うん、ね、まあ、皆さんがね、はい、この問題に答えられたかどうかです、うん。
ライブやるんですよ。ネットじゃ言えないからライブやるんですよ。残念ながら何でも答えれるんですよ。YouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ。 YouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ。いや会場出たら全部忘れてほしいですよね。その代わりあの出口出たら忘れてください。ぶっちゃけすぎですよね。使いどころが違うんやーって強制送還して